バドミントン桃田賢斗、田子健一の新旧エースが裏カジノ賭博で警察に事情を聞かれているとの衝撃的なニュースが。リオ五輪が近づく中で、バドミントンの桃田賢斗選手はリオ五輪でもメダル候補の一人として注目されていた。桃田選手は昨年8月ジャカルタであったバドミントンの世界選手権で男子シングルスでは日本勢初となる銅メダルを獲得した日本のエース。現在は世界ランク4位で、一方の田子選手は全日本選手権を13年まで6連覇するなど長年エースとして活躍した。日本のバドミントンのトップアスリートで言うなればバドミントンの顔とも言うべき2人です。実際には練習帰りにも違法なカジノ店によってバカラ賭博に興じたとも言われている。1日3回来たこともあった。100万円単位でかけていた。彼らは国のトップ選手なのでバドミントンの強化費が投じられ、特別待遇のアスリートたち。野球賭博問題に続きバドミントンでも同様な賭博に手を染めていたのかと言葉にならないのが現実だ。2人が所属する NTT 東日本の広報によると、桃田選手と田子選手は調査に対し裏カジノに行っていた、金もかけていたと話した。他の部員も裏カジノへの出入りを認めているという。同社は産経新聞社から6日に取材を受け、事実関係の確認を始めたという。リオ五輪の代表選手は5月上旬に発表される世界ランキングで決まる。現在世界4位の桃田選手は日本選手の最上位で、リオへの出場が決まれば初の五輪だった。バドミントン桃田賢斗選手の父は息子のためにバドミントンを学び、自宅の駐車場にコートと同じ大きさのラインを引いて練習場所を作るなど、常に息子に期待し背中を押し続けてこられた。父信弘さんはいろんな人が期待をしてくれていたのに、きちんと裁きを受けるしかないと肩を落としたとか。ネットでは、競技者は審議体を一体として切磋琢磨しなければならない、技が優れているからといって周りがすぐにチヤホヤしすぎる、バドミントンやってて桃田賢斗のことを応援してたしメダルも取れると思ってたから残念だな、 NTT 東日本のバドミントンチームの日本リーグでの応援態度ひどかったな、社会人とは思えない態度だった、桃田賢斗は同じ左利きとして一番応援してたのに賭博はないよな、桃田賢斗は何をやってるんだ、うちの娘憧れていたのに。このファンの声をバドミントンのトップアスリートの2人はどう受け止め、どう返すのだろうか。彼らに憧れ真剣にバドミントンに挑戦している人も少なくはないはずである。リオ五輪でのメダルよりももっと大切なものを彼らが見失っていたのか、目覚めてくれることを祈りたい。